RMU アスリートの今井慎吾と申します。本日はよろしくお願いいたします。麻雀自体は高校の時からゲームとかでやってたんですけど、本当にリアル麻雀、この雀荘に行ってっていうのは30過ぎぐらいですかね。で、その楽しさにハマって、でそこからずっと通い出してて、で本当に本格的に始めたのが5年ぐらい前に、健康麻雀的なところに行き出して、ほぼ毎日仕事終わりとか通ってて、そこからですね。通ってた雀荘にのスタッフとして、今RM に初音舞プロがいらっしゃって、そこで、すごい、毎日通ってるんで、麻雀以外の話もちょっとするようになって、それで仲良くなって、自分が、カミングアウトをして、こういう人ですよっていうのを言って、でそれでまた余計に仲良くなって、で RM 入らないって誘われたんですけど、最初はいや、もうそんなプロ団体に入ることなんて全く思ってなくて、当時サラリーマンもしてたんで、普通に楽しく麻雀を打てればいいかなぐらいな感じだったんですけど、でもちょっと押されて入りなさいぐらい、そこまで言ってないですけどどうって言われて、それでじゃあちょっと受けてみますって言って受けたのがそれ3年前ですね。 MJC っていう僕が部長をしているゲイの麻雀サークル部活みたいなのをやって、で今20名越してるんですけど、大体僕はそこでセットとか勉強とかして、でそこに他のプロの方たちを呼んで一緒に行ってもらったりとかっていう活動をしていて、本当に何だもう4年くらいなるんですけど、本当にいろんな方に、プロの方に来ていただいたりとか、Mリーガーとかもいたりしますけど、前ですけど、今はちょっともう皆さん忙しくなりですけど、来てもらったりとかして、本当に麻雀をやってて、カミングアウトしてよかったなと思います。今は雀荘勤務と、あとはゲイバー、アシュラバーっていうゲイバーにの勤務と、あとはゲスト活動を最近ちょっと声をかけてくださる雀荘が増えてきたので、そちらの方に行ってみたいな感じですね。はい、新宿2丁目にあります。今日も働いて、芸を相手にちょっとだけお酒飲んでここにやってきました結構やっぱり意外と芸の知り合いがいないプロの方が多くて、ゲイバー連れてってくださいとか言えると、僕の働いてるところに行って、だから多分日本で一番プロ雀士が来るゲイバーだと思いますボトルも結構ありますね今日初めていらっしゃったんですか、はい、どうですか雰囲気、あと慎吾さんの様子は。すごい繁盛してて、慎吾ちゃんすごいなと思って、すごいなと思って、伊達にひげ生えてない。私はちょいちょい来るんですけど、慎吾さんとは一緒に来ることがあっても、働いてるとこ初めて見て。そうなんですね。そうなんです。結構皆さんお揃いの T シャツ着てることが多いんですけど、スーツ姿で働いてるのが新鮮で素敵です。新鮮で素敵。なんとイケメン、イケメン、いや、イケメン、イケメン。慎吾さんはすごい真面目で、主に会計とかお掃除とか真面目にやってます。じゃあすごい助かってる部分が多い。でもあんまりお酒は控えめに。あ、そうなんですね。そうだから麻雀の話をするとすごい熱く語りだし、慎吾さんはツイッターでツイドルアイドルみたいな存在なので、あ、結構慎吾さんのこと、もともと知ってるお客さんがアイドル見に来るみたいな感じですね。じゃあお客さんの数多いですね。そうなんですね。今日もおかげさまで満タク。一番好きなのは教会の矢島学プロです。めちゃめちゃイケメンですよねと僕は思うんですけど、ひげ、あ、そうです。
あとはもう一人協会のシリーナシハマワタルプロっているんですけど、もう、僕初めて会った時にあまりにもイケメンで見れなかったぐらい、目を見て話せなかったぐらいイケメンだったんで、こっちの世界ってそのヒゲとかすごいガッチリとか色黒がモテるんですけど、僕はどっちかっていうと当時はそうじゃなくて、普通のそんなにガッチリとかじゃなくて女の子にモテそうな感じの人が好きです。なんかすごい言ってた恥ずかしいその例えばニコ生とかその本当にウスリアロですとかっていう番組は、まあ、出させて、おかげさまで少しずつ出させてもらってるんですけど、麻雀でのやっぱり実績というのがまだなくって、だから、まあ、今年度、まあ、去年ぐらいから、まあ、他団体の公式対局だったりとか、まあ、大きな大会、まあ、予選からですけど、まあ、出始めたので、まあ、今年は本当に少しでもちょっとそういう麻雀での実績を残していけたらなと。まあ、それプラス本当にいろんなお店に行っていろんな人と打って、自分がこういう人だよとか、まあ、なんだろう、もっともっと麻雀を好きになってもらう人がたくさん増えるような活動もしていきたいなと思ってます。麻雀がなかったら僕多分もちろんここにもいないし、多分田舎に帰ってたかなっていう感じぐらいなので、本当に麻雀は今後はずっと携わっていきたいなとは。今日はご覧いただきましてありがとうございます。これを見て私のことを少しでも知っていただければ嬉しいです。今後いろんなところでお会いできるかと思いますので、その際にはお気軽に声をかけて、質問等あったら何でも答えますので、おっしゃっていただければと思います。今後とも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。